今年最後のマニアックスだからか。さあパチカスさんの剣、剣ですね。今日は剣です。左足がなんか力強いぞ。さあ投げ通って、さあリバーサルでなんか出てる。タックルはしゃがみ中盤潰して、さあパチカスさんの剣ですね今日は。生き生きしているような気がするぞ。さあ行け。怖ー怖ー、疾風陣大逆。あー波動バーストで見られてるからめっちゃ減る。いや佐藤健上りは落とす。さあ投げて、エージスリフレクターを貼れなかったのか、貼らなかったのか。だけ空対空落として、夜めっちゃ運ぶな。ここは固めていく。タックルが入ってく。なかなか減りますね大タックル。いやー判定が強い。これはとりあえず触れさせて中段1回。これはボタン押してない。中盤 EX セットタックルチョップ減りますね。さあ弱小リワバレは前歩き投げでケアしてましたね。前歩いた瞬間にブロッキングになるみたいな、そんなタイミングでした。痛いパンチ、おっと痛い。昇竜拳なんかすごい一発 X みたいやった。投げか昇竜の完全にだ。中足置いてた、疾風陣大脚まで繋いでいく。橋攻めさん何をする。昇竜拳を置いていく、一発みたいだな押し方が。これは後ろでちょっと蹴っていく。いた、投げ前はちょっと遠かった。大パン置いて、これは投げて押し込んで、でもこれは正面だからタックル。さあ太平さんが押し切った。